できます。コスミですが、2kg までの物体のハンドリングが可能です。最後に、私シェイドノイドもシードです。今後のロボットソフトウェア開発のプラットフォームとして、また実際にサービスを行うベースロボットとしてご活用いただければと思います。実はこのブースにあるすべてのシードは私がコントロールしています。動いてください。このようにアクチュエーターを簡単に連動制御可能なシードを用いて、皆様がサービスロボットをご構築いただければ幸いです。それではシードソリューションズのスローモーションビデオをご覧ください。